県内ではきょう新たに2250人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました過去最多だったきのうの2195人を上回り2日続けて過去最多を更新しました新たな感染者の数を自治体別に見ますと静岡市が過去2番目となる645人浜松市も過去2番目の550人富士市125人 沼津市117人などとなっています静岡市で高齢男性1人の死亡が確認されています過去最多だった昨日の2195人を上回り2日連続で1日あたりの感染者数の過去最多を更新しました今月初めの感染者数と比べわずか半月でおよそ6倍に跳ね上がっています感染の急拡大に伴いクラスターの発生も相次いでいます 静岡市立静岡病院できょうまでに職員や患者合わせて8人の感染が分かりましたきのう富士市がクラスターの発生を発表した富士市立中央病院を含め県内では新たに3県がクラスターとして認定されました県内のコロナ患者受け入れ病院の病床使用率は県全体で31.7%と30%を超えた一方重症入院患者は確認されていません